まずは本当に驚きました。今日の今日知ったことだったのですごいサプライズでした。でましてやアーネスト・ホーストっていうレジェンドと手合わせできるっていうのはもう本当に光栄でしかないですね。はい、試合をご覧になられたこと、もちろんです、もちろんです。僕が本人にも伝えさせていただいたんですけど、もともとボクシングを始めた理由が K-1 選手になりたかったっていう理由だったので、僕からしてみればバイブルだし、 K-1 でモチベーションだし、その当時僕が子供ながらにテレビで見てた選手を今こうやって時が過ぎた中でこうやってまたご指導いただけるっていうのは本当に格闘技を頑張ってきてよかったなって思えるし、これから先のモチベーションにも必ずなります。今から立花さんと練習します。お願いします。押すバッ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 I think he is very explosive. His short, especially his short punch, yes, is very explosive. Yeah, I like it. I don't want to get take on my head. 今から田島さんとスパーリング。
30セコンド。Very interesting, first of all. Tajima Senshu is a quite strong guy. And I hope that if he continue, and I hope he have good sparring partners, because I'm sure he need that, then he can reach quite far, I think. Strong guy. And I don't know if he have enough good training partners in Japan. But if you have, I think you have a good future. もちろん技術的なところ、体重練習含めて、ミット含めて、そういう中ではもちろん全部プラスだし、全部勉強になることだけですけど、僕自身すごい印象的だったのは、最初していただいたフェイスオフの時にホースト選手の眼差しからファイターとしてのキャリアを感じたっていうか、すごい言葉ではうまく言い表せれないですけど、実際に高祖選手と向かい合ってきた選手たちが感じたファイターとしてのスピリットだったり、その人間としてのスピリットをこうフェイスオフした時に感じたっていうか、それがすごい僕の中では今日は印象的でしたね。